アクト武蔵宇宙はプロジェクト型って、まあ、あの何か課題をこうやったら、まあ、府中の街が良くなるなっていうプロジェクトを見つけた人が集まって、でそのプロジェクトがスタートするとそのメンバーで一緒に課題に取り組んで、終わればもう解散みたいな感じで、すごく自由な市民団体っていう位置づけでやっています。府中に今までなかったり、これやったらもっと良くなるんじゃないかっていう課題で、取り組んでいる感じですね。コミュニティガーデンっていうのは、みんなで一緒になって考えながらガーデンを作っていくっていう活動なんですね。草花を植えてどういうデザインするのかみたいなことっていうのは、まあ、コミュニティガーデンならではなんですけど、これあの行政提案があった事業って言って、中市の方からこういう活動しませんかっていう話に対して、まあ、アクト武蔵府中の方で受けて2年間の講座になってますけど、今2年目に入っていて、ガーデンの手入れだったり植栽をするためのデザインワークをやったり、毎回いろんなテーマを持ってやってる感じです。今回こういう取り組みっていうのは、公園の維持管理っていうのがやっぱりただ維持管理してるわけだけじゃなくて、やっぱり公園っていうのをいろいろ活用してみんなに利用してもらいたいっていうのを中心にやってますので、コミュニティガーデンの事業っていうのも始めたっていうところもあります。マリーゴールドのアフリカ、公共の場所だからボランティアだからこのくらいでいいやっていうんじゃなくって、やっぱ街の風景になるような綺麗な花壇を作る。甲州街道を走ると各家から花が咲き乱れてる街にしたいと。炭ですね、炭も入れたいと思います。お家にガーデンとか作りたいなと思うけど、やり方一切わからないし、なかなか実現しないので、この講座に入ることによってお花のある生活になったらいいなと思って参加しようと思います。お花の大好きな方の集まりで詳しい人に教えてもらって、ちょっとは私も詳しくなれてるのかなとは思います。ガーデニングはね、半分掃除だと思ってるんです。募集のチラシを見つけた時がまだここの府中に引っ越してきたばかりの時期で、お友達もいないし府中のことがあまりよくわからないみたいな感じで、コミュニティガーデン、それでそのつながりでなんかお友達もできるし府中のことがわかるんじゃないかなみたいな、花壇も好きだし応募してみようかなっていうので応募して参加することがある。まず人のつながりっていうのかしら、縁みたいなので、こういろんなネットワークとかつながりが出て、お友達もできたし楽しさが広がりました。コミュニティガーデンをたまたま見つけて、参加して知識を広げたいなっていうのが、はい、きっかけです。子どもたちと私との関係では外に出てる時間が長くなったっていうのと、小学生のお兄ちゃんなんかは結構植物に興味を持ってくれたりとか、一緒に寄せ植えを作ってくれたりっていうのもしてます。あれ、最初にもみもみしてほぐしたらちょっと鳴らしてあげて、花とか草に対してもやっぱり意識が全然変わって、これって何だろうとか、これって今元気なのかなとか、そういうこう状態まで見るようにはなりましたね。今まではもう最低限あるなぐらいだったんですけど、名前とか全然分かんなかったし、でも率先して覚えたりとか、通りかかる高齢の方がすごく喜んで声をかけてくださるんですね。わざわざここの道を通って帰るのよみたいな、なんかそういうの聞くとすごく嬉しいなっていうか、やりがいというか励みになるので、どんな年齢の方も関わりが持てるような、そういう公園にしていきたいなっていうふうには思います。せっかくなんでこうやって市民の方と関わるっていうところは、いろんなこう話も聞けるし、自分の今後の行政も生かしていくっていうのは絶対必要なことかなと思って、できるだけこう積極的に関わるように頑張ってます。まず公園っていうのを人が集うような場に、今後もこういったコミュニティガーデンとか地域で公園っていうのをこうみんなで生かしてもらいたいなっていうのを、いろいろ進めていきたいなと思います。